さあ今回は一発目から目玉いくぞ。高難度、眠れ宿魔よ、目覚めは遠く、混沌ゴアマから一頭の狩猟で、これサブタケがさ、左翼客破壊なんだよね。何なんだろうね、あれなのかな、行動パターン的に左足はなかなか破壊するのが難しいとか、そういうことなんかね。コスモライツ、コスモライツ、あーいたわー。てか天空山にゴアマガラーがいるのめっちゃ珍しくね。多分普通上司はいないはずだぞ。おい、かっこいいなー。見にくくはないよな、これが足なんだよな。やばいか、これアップねん。最後なんか違かったか、変わんねえか。でこいつね、設定が面白くてね、なんだっけな、確かね、シャガルマガラには1体しかなれない、まあ、なれないこともないんだけど、あのシャガルマガラもシャガルマガラになった時点でウイルス撒き散らすんだよね。でそのウイルスを他のゴアマガラが受けちゃうと、なんかその阻害されちゃうんだよね、シャガルになることを。だからシャガルになる途中でウイルスの影響を受けちゃってこうなっちゃってるわけだー。すーよ、マジかこいつ、えっくりダメージ食らうんだけど。あっぶねー、うん、なんだこれ、どこがゴアで、どれがシャガルの行動パターンなんだ今のさ。なんだっけあれ、バシーンのやつ、あの、なんていうの、あのタックルじゃなくて、やばい、名前が出てこない、これ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 、シャガルの技だよな、ゴアはしてこないはず。頭ダメか、あ、すぐ転ぶね。GP できるか、行動ボタンがわからんすぎてちょっと自信ない。あ、これシャガルの技だ、2連ブレス。ちょっとブレスやった時狙ってみるか、どうこれ、うん、まっ、前前前、あー連続でやんないこともあんのか。突進じゃない、シャガラ突進してくるはず。 GP うまい、 GP、 あーこれ地雷、あー地雷はシャガラの技だね。 GP OK、 なかなかうまいじゃないか。ここだ、あーマジかー、ここで逃げたら男失格。まあ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 、縦強化をなくすならちゃんと高出力打ってたよな。123、なんか爆発の仕方やばい、アップねー、精霊の加護、あー猫の防御術ダイが発動してたわ、ズルしてごめんな。でも運も実力のうちだからさ、文句言えねえわ。こわくっそー、漂流カニになっちゃういやーこれは撤退だな、やばい、強いな、全然予想以上に強いぞこれ。恐竜化って万能雪降りでもなんか3回触れると治るみたいな話聞いたけど、あっぶねー、治った、ちくしょう、強えなー、予想以上だなー。最初のダメージでもうちょっと格付け完了しちゃったよな、びっくりしちゃったよ。とりあえず食べなきゃ話になんねえ、大丈夫、うわー当たんねえかこれ、いや OK、 でもそれで転んで欲しくなかったなー。いやー無理だ、打てない。 GP 来た、まあ、とりあえずなんか腹かどっかわかんねえけど当たればよろし。これ自信の範囲は広くないな。さあ来い、ドルレジ
よ。くそー、やるじゃないか。うわ、マジかよ。ただお前のような相手を求めていた。ダメだ、 G2 はやる気のね連中ばかりだよ。君みたいな逸材を求めていた。画面グレイツ。あーでもスタンじゃないんだ。こいつなんか点灯結構短いから。あ、角折れた。ほら、え、なんでこいつスタンしてないの。ちょっと待って、3発目じゃない、そんな回復してたか。ナイスだ、バタロー。じゃねえ、半蔵か。かー、そのノーモーションもよけられん。もう一発、なあ、ダメか。撃つしかねえ。よくねえな、これマジで。おお、すごい。ダメだ、クソ味か。縮小はダメだ、リタイアだ。全然与えられてねえダメージ。これで二四つはきつい。なんでこった、ちょっと火力が高すぎるな。もうちょっとだけ防御力が欲しい。防御鎧玉1個使って4しか上がんないのか。使う意味あるのかこれ。まだまだ装備更新のね余地があるから。あー、どう、あー、でもセルタス頭優秀だな。今後も使えるか。1、2、3。あ、こっから天鎧玉だ。 OK、 これでいこう。どれ、マジ、お前本当に強いな。勝て、なんだこいつ。右足が勝て、左足と肉質違うのかこれ。だから左足破壊ってことね。なるほどな、柔らかい方を破壊してこいと。優しいな。EGP だ、入った、スタン来た。こいつスタン値高いわ、普通にやってちゃなんか全然スタン取れん。いやー、これミスったな。普通に黄色でやってよかったけど、まあ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 、こうなるなら話は別よ。よし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 、超火力ぶち込めたな。これさっきと同じぐらいはもう消すだろ。こう、嘘だ、ちょっと GP 見せたらもう終わりだ。やばいマジで。生太郎今じゃない、しびれはな今じゃない、この野郎。まだ準備できてないよ。これアプトロス食ったりしないかな。まだ準備なう。いや、男吉田は食べます。これ来る前に準備するんじゃねえ、来てから準備するんだよ。よし、オッケー。大きい薬グレードも届いてたぞ。1、2、3。 GP、 あー、落ち着け、大丈夫。 OK、 2回。1、2、よーし、準備完了、いけ、 OK。 いや、これかなりね火力が出てるはず。前回のディアブロアッシュでとんでもない火力を持ってることは分かった。あー、これ GP だったか。これはガード、大丈夫、ノーダメ。ちょっとこの HP はまずいな。回復ラインだね。頭強化したの意味ないんじゃねえかってぐらい食らうわ。さあ来い。 GP、 くっそー、その年にどうにかしてくれ。うわっぶねー、食らってたら多分死んでたな。火力とんでもねえんだけど。 G3 はもう全部こうなのか。 GP、よし、マジか。
一発。オッケーオッケーオッケー。ゆっくりガードしていけばいいや。オッケー。で、この HP だね。この HP ならワンパンされることはまずないはず。吉田式ダメージ感覚によればね。落ち着け落ち着け。黄色だからって焦るな。今食らえダメかー。やばい、結局焦ってる、焦んなっつって。よし、これは一旦戦略的撤退だな。一見全然殴れてないように見せかけて、もう HP 半分切ってると見た。それぐらいの火力がこの装備にはある。でノリもついでに稼いでおく。くっそ、それ避けんなよ。いいよ。でこのブレ下がれるとやばいから、オッケー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 。ちょっと B を稼ぐのも一苦労だよ。やっぱ金を稼ぐのは一苦労だな。あ、違うわ、金を稼ぐのは楽じゃねえな。いやー、マジか、 GP 入んないのか。がーやばい、今日 GP ミスる。あのねー、ちょっとボタン間違えると格ゲーのコマンドみたいにね、 GP 出ないんだよ。下画面でやるといいんだけど、邪道だと思ってます。クソ、なんだこいつ、隙がねえ。よし、ワン、ツー、トゥリー！よし！計算通り。おい、全然殴れねえってばよ。GP。GP したところでなんだよな。ここは無理やり一発。ダメか。くっそー！なんだこの強さ！そもそもちょっとあれだな。こいつと俺のチャークの動き全然噛み合ってねえわ。いやー、恐竜化になっちゃう。つかもう回復が足りねえ。ずーっと被弾しては回復、被弾しては回復の繰り返しだから。全く足りん。とりあえず頭じゃなくてどこでもいい。よし、どこでもいいから一発だ。もうじゃねえとこれ。回復先に尽きる。おれ！オッケー。大丈夫。大丈夫。食らったら死ぬな。お、あれ？元逃げた？うん、これまだ全然ピンピンしとるな。これでくらいじゃ弱んねえか。間に合ってくれ、頼む。いやー、マジかよー。これぐらいやらしてよー。で、これ乗るしかないな。もうかなりきつい、正直。こんなボコボコ持ってかれちゃうんじゃ。きた！スタンはちょっと狙えなそうだけど、一応顔面打つ。多分怒るでしょ？怒んないの？がー、また GP ミスった。なんか今日ダメだ。出ねえ日だ、今日。あ、疲れてる？疲れてるねー。アタックチャンス出ろ。ペタ、音声認識方式か。出ろって言った方がいいんだな、これ。出ろ。よし、ぐー、この HP やばい。いや、臆することない。相手は疲れてんだ。何も恐れることない。よっしゃー！いや、これね、俺、超解放打つわ。え、それもったいなくないって思うじゃん。多分これで終わる。あれ？ピンピン丸これ。あ、これピンピン丸だ。お、ちょうど、生えてきたね。吉田マン！
俺で刑事を回収するんだ。任せろ。お、なんだかんだ銃骨持ってなかったな。ありがてえわ。生肉は置いとくな。これお前の墓な。あー、アプトロス食いに来たのか、これ。くっそー、なんで気づくの、それ。なんだよ、それ。暗くなった。こいつの怒り、気づいてなかったんかい。こいつの怒りどうなってんだろう。普通のガーマガラと一緒で、翼がだんだん、変色していって、モードチェンジしていくのか、それともシャガルと同じで殴れば怒るのか、両方なのか。よくわかんねえな。おい、これで弱ってくんねえときついぞ。よっしゃー、弱れ。まだか。このブレスはそんな怖くない、意外と。よし、ここだぞ。乗ったか。よし、オッケーオッケーオッケー。このノリバカでけー。これ2スタン目いけそうか。そんな頭必要に狙ってないから無理かな。絶対ミスんなよ。頼む。うわー、ここでその頭の位置か。やれるか俺。おい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 、あ、それがあるんだ。あ、それがあるのか。じゃあゴアマガラ寄りか。チェーサー、何も見えねえ。よっしゃー、オッケー、 GB 完璧。1、2、さすがに終わった。あ、何しか見えねえ。あ、弱ったっぽいな。よし、爆弾とさ超高出力で決められんじゃないかな。降臨、こいつってしびれ罠効くのかな。どっちなんだろう。ゴアマガラだから一応ハテナハテナ種なのか。ゴアマガラはね、分類されてないんだよね。あいつ飛竜でもなければ古竜でもないんだよ。シャガルになったらようやく古竜扱いされんだよね。どっちなんだろうね。しびれ罠効くのかな。あ、やばい、もう黄色だから、間に合わねえと思って切ったら、なんかもうこいつが目の前にいたー。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。爆弾やりたかったけどな。よっしゃ、はぁ、ヒヤヒヤした。強かったな。一番強かった、今までで。今までっていうか、この 4G で。いやー、こいつより強いモンスターがまだいっぱいいるんだけどね。ちょっとあかんな。まあまあ、でもこれはね、俺苦手だったわ、チャークラと。竜輪だ、混沌の竜輪、こいつの素材か。体験だったらいい勝負できたんじゃないのかなっていうのは言い訳か。めちゃめちゃ混沌の竜輪出てない。あ、降臨か、これ。ゴー三層っていう鎧でも出ないんだけど、G3 からか。かっけえ、こんなんだったか。二律をまとう乱翼。おお、総国の変異核。こんなにあれなんだ、こういう素材あるんだ。もう、ゴアマガラの資料見事であった。主の前にまた新たなる扉を開こう。G 星3許可証だ。この許可証を持って主に G 星3でのクエストの実施を許可する。時に狩人よ。再現各地で火薬が消え失せたり、奇妙な黒い液体が発見されておるのは主も聞いておろう。あ、それ俺ね。このところそんな事件の報告件数が爆発的に増えておるのだ。すまんな。最近は辺境の小さな村での噂話に過ぎなかったものが、疫病のごとくたちまち広まり、そしてつい先ほどのことだ。ついにこの地にほど近い草原でも黒い液体の跡が発見されたとの知らせがあった。守護兵団の報告によると、その長く続く黒い液体の跡はまっすぐにこのドンドルマに向かって伸びておったそうだ。正直に言って、この黒い液体の正体は分からぬ。案外たわいのないものかもしれぬ。だからどうにも奇妙な予感がするのだ。先ほどのない運命がじわりじわりとこの町に近づいてきているようで。カリウドよ、何か判明したらすぐに主の耳にも届けよう。それまで斧が腕を磨いておいてくれ、頼んだぞ。これマジでするとさ、なんでそれ見つからないの。おかしくない。そんな隠れられるモンスターじゃないんだよな。なぜ見つからん。
おめでとう、狩人さん。あなたもついに G3 に到達したのね。このランクのクエストを受けられる狩人はごくごくわずか。あなたに紹介できて本当に嬉しいわ。これから先、さらなる苛烈な依頼が待ち受けていると思うわ。ふふ、逆にワクワクさせちゃったかしら。でも本当に気をつけてね。あなたも聞いたでしょ、あの黒い液体の噂。ねえ、狩人さん、笑わないで聞いてね。私、少し怖いの。何かが、とても恐ろしい何かが、音もなくこの街に迫っているようで。ごめんなさい。新しい門出の時に不吉なことを言っちゃったわね。それじゃあ、狩人さん、気分転換に早速新しいクエストにでも行ってみない？さあ、何がある？はい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 。ナズチ、クシャ、テオ、ブラキリオレース。恐竜化が強いな、これ普通に。ああ、全部恐竜化だ。なんかクエあれだな。複数じゃなくてさ、単品くれよ、単品。